さあ、電気分野入試レベル応用問題、ラストの問題です。この問題、入試でもよく出てくる、原子物理も出てくる、超有名問題です。そして解説の前に私は、この背景知識ってのをやってるから、どの知識をどう使っていくのかっていうのを確認できます。そして応用力もつくということで、スーパーな動画を作っていますので、楽しみにしてくださいね。まず問題、これです。さあ、では解説をしていきましょう。背景知識いきますね。まず、背景知識、まず曲番っていうね、平行な2枚の板があったら、その間の電波はどんな電波になりますかそう、一応な電波になるんだ。一応な電話があったら、必ず何があるの そう曲番が必ずあるんだねその時の電波の公式はそう傾きは横分の高さみたいなこの式で表される次に電波の定義から出てくるこの F=QE 電波から受ける力ですよねはいつでも使えましたそして運動の分析運動の分析って何から何を求めるんだっけそう運動方程式から加速度を求めるんだね加速度は何通りやんのそう3通りあって何と何と何 0だったらどんな運動をするのそう、静止または等速運動をするんだったよね。静止または等速で等速だったらどんな式が使えるの ?X イコール VT、距離イコール速さかける時間が使えるんだよね。小学校3年生で習った次、加速度が一定だったら何運動するの等加速度,運動等加速度運動だったらどんな式が使えるの ?3 つ公式が使える V イコール V0 プラス ATX イコール V0T プラス2分の1二乗 v 2ナス v 0二乗イコー 2X が使えるんだよね。そして加速度が変化するというのはど何またないんですか解けないもしくは単振動をするんだよね。そして単振動はまあ一旦置いてて解けなかった 何で解くんだっけ保存則で解くんだね保存則は NFO とそう運動量保存則が主に使われますさあこれが運動の分析これが頭に入ってるとめちゃめちゃ力学も解きやすいからねそして次空論の法則はあー空論力とか電波から受ける力っていうのは保存力だからエ NFO が使えるそしてラスト水平投射水平投射高さ H から速さ V0 でやってこの地面に落下する直前の速さは速さは速さは <laughs> うんはい、まず水平方向は等速運動だからここに落下する直前の水平方向速さの速度の水平成分は V0 のままそして延直方向は自由落下だからルート 2GH の速さでねそしてこの速度はこの2つの成分を の合成したのが速度速度の大きさが速さ速さこのつまり矢印の長さは図形的に三平方の定理から求めてあげたらいいほらこんなふうにして速さを求めました、えー、この知識が後々聞いてきますでは過去の一番からやっていこうまず これねマイナスの電子だよこれはもう明らかに電子を電圧をかけてビュンって飛ばす電子はマイナスなんだからプラスに引きつけられるからこの図見てこの図見てプラス側がこっちにつながっていてマイナス側がマイナス側がこっちにつながっていてそして電子はマイナスなんだからプラスにビュンって引きつけられるそして坂道イメージでしょ坂道ね乃木坂じゃないけどねはいこう坂道で言うとこういう坂道になってねこっちがプラスで高いんだからそうすると電子はマイナスのシルだからビュン っってってて登いくぜって感じそして電子がビュンって登っていってぶつかるかと思ったらなんとここ穴が開いてて「ワオ!」って通っちゃう電子が「ワオ!」って通っちゃうそして「ワオ!」って電子が通っちゃったらなんとはい曲板があって。 だぜと極板があってプラスマイナスのこの電池がつながっていてプラスがこっちってことはこっちからこっちの電波があるさあ電子が電波の中にあったらこの電子はそう電波から力を受けるこっち向きだね向きわず大きさ公式この F っていうのが QE の絶対値で大きさを求めたらいいってことはだよここの間見ててここの間見ててこっち向きの力だけだよね重力ないから。っってこことははだよこっちの成分は 等速運動するの分かる等速運動する速さいくらここに到達した時の速さ V0 は後で求めるんだけど V0 のままで等速運動するそしてこっちの方向には加速度運動するわけ A で加速度運動ってことはさっきの水平投射の上バージョンじゃないここ放物線でしょほらほらもうだいぶ見えてきただいぶ見えてきた ってことではいと、ま、いう、はい、ことでこれはこんな感じね、えー、もちろん、えー、運動方程式から加速度求めてもいいんだけどこれエネルギー保存がいいんじゃないか、はい、エネルギー保存則より最初持っていでえっと K を基準 K はどっちだこっちだねこちらが K でこちらを V=0 の基準としたら最初電子が持っている1エネルギー QV は、Q、の部分が、e v、がマイナス V い、後で持っているのは運動エネルギーと1エネルギーで U=QV で Q の部分が電子の電荷 V の部分が V 0が入る。と、ね、いうことでこんな形の式になりますよろしいでしょうか。はい次行きましょう。括弧の2番括弧の番番は えっと何これあ,あそう加速度局番間のここでの加速度だからさっきやったみたいにはい F=QE でねちなみにこっち向きの力を受けますね F はい F=QE でそして大きさ向きは図ですよ向きは図。 でこれは大きさを考えるのが公式ほら向きはこうやって図で分かったでしょ、うん、で、えー、Q がマイナス e ねでこれが e です e は d 分の v の公式を使ってますうんそして絶対値が外れるそしてあとは運動方程式を使って加速度を求めるっていつも流れそして加速度が分かって向きも y 軸の負の向きだよってね x 軸 y 軸ってこう取られてるから y 軸の負の向きだよって。 いうことね、はいそして3番3番は電子が平行局番から出る時の速さ v いくらかってはい出ましたこうやってねウィーつって言った水平方向は v のまま延直方向は速さ v、y、これは求めなあかんねそしてこの速さっていうのはここの成分この v が知りたいってことよはいそしたらどうやったらいいこれさ距離 L を 速さ V0 で等速運動をしたんだからここに達する時刻最初 v 時刻が0秒時刻が T1 とするとこれさ普通に時間っていうのは距離を速さで割ったら等速運動だから時間がわかるよねそして円直方向 Y 軸方向はこの加速度温度だから等加速度温度の式使ってあげて V はわかるよねそしたら三平方の定理でほら V0 と VY が分かったんだからこの V が分かるじゃん。で、ね、V2 乗と V0Y の2乗で、ね、こうなる。はいよろしいでしょうか。そして4番目4番目は括弧の三の時 X 軸とナス角シータはいくらかタンジェントタ図にするとこうね、えー、ここがここがシータ x 軸とこの速度がナス角シータここねだからもうちょっとでっかくしてやるとこうよ。ここがシータねここがシータ ってことはここがシータなんだからタンジェントシータっつうのはもうこれでいいんじゃないかはいね横分の縦でしょうん。いうことでータがわかる。ラストの5番目5番目は電子の y 座標だって出るときの電子の y 座標電子の y 座標っつったらまずこうピーッつってここが原点 O なんだからピーッつってここの、y、x 座標は L だよね L 進んだんだから y 座標がわかんねえんだよ。 でも、y、座標もさ一定のこれこっち向きの加速度温度でしょ等加速度温度でしょだからこの公式を使ってそれぞれ求めたらいいんじゃない初速度は0加速度はさっき求めたやつはいで時刻 t がもう求めたねで代入してあげて計算してあげたらほら座標も分かる OK こんな風にしてえー、現象として本質が何を使われているのか 改めてこれだけでしょい極板間は一応な電波電波があったら力を受ける力を受けたら、えー、運動の分析からできるっていうもうこのストーリーじゃないですかそしたらどんな運動してるか加速度を見たら俺たち全部分かったよね3パターンしかなかったんだよ等速か加速だよ大体ね等加速度か等速運動かですよ一定じゃなかったらもうエネルギー保存で解くしかないんだけどうん であとはもうその等加速度運動のさ今までやった物理力学の問題と一緒、ね、こういう水平等車みたいにね横軸が等速縦軸が等加速度と。 あ一緒じゃんって思った時に混乱したら、えっと、水平投資だと考えたらって言って一旦そっちに戻してあげると混乱が解きやすかったりするんでぜひそんなこと、えー、意識しながらやってみてくださいさあどうやって実戦で使っていくかかなり力がついたと思うこのまま入試問題戦おうと思ってもギリ戦えるぐらいの力がついてるギリじゃないなある程度戦える力がついてきてますでもねこのままじゃダメですよちゃんと過去問演習をしっかりやってください自分の志望大学の過去問演習ね そうしたらみんなも最強です。お疲れ様でした。